発泡酒とは日本の酒税法で定義されている種類の一つ。日本ではビール風味の発泡アルコール飲料が多く、これらは日本の酒税法でビール特別して定義されており、定められた副原料以外を用いるので発泡酒に分類される。本校ではこれら日本で1990年代以降に展開されている低税率系発泡酒を中心に記述する。 1990年代中盤以降日本で展開されている発泡酒は主にビールの原料の内麦芽の使用割合を下げ、代わりに大麦、米、糖類などの割合を増やしたビール風アルコール飲料である。ビールに比べると低価格だが味が薄い、苦味が足りない等の一味足りないといった評価が多い。一方、女性やアルコールをたしなまない層では軽くて、 あっさりしていて飲みやすいという評価もされている。発泡酒市場は1994年以降の市場形成以来2000年代前半までシェア拡大したことでビールの売り上げが減少傾向となりアルコール飲料の売れ筋商品となっていたが2度の酒税改正や第3のビールの登場による割安感の低下、ビール会社の事業方針変化などの要因により 2000年代後半以降の市場は縮小化している。新ジャンルのビール風味アルコール飲料、第3のビールにおいて、リキュール市では原材料として発泡酒が使用され、それに小麦、または大麦を原料の一部に使用したスピリッツを加える製法となっている。アルコール飲料の中で日本の税制に影響された内容や副材料を極端に多用した内容から、 日本独自のビール類似アルコール飲料であり、日本国外メディアでは、ローモルトビアーや発泡酒と紹介されることもある。また、麦、水、ホップの他に、ビールへの使用が認められていない、副原料を使用した発泡性種類も、日本では発泡酒に分類される。そのため、スパイスやハーブを用いたビールや、 果実や果汁を用いるフルーツビールも2018年3月31日までは全て発泡酒と区分されていた。特にベルギーから日本に輸入されるビールにはベルギーの法律上ではビールであるにもかかわらず副材料の使用量から日本の酒税法上では発泡酒になってしまうことがあった。なお、副材料については2018年4月1日に施行された。 改正酒税法によって緩和されたため、以前は発泡酒扱いだったが輸入ビールが改正後はビール扱いとなっている銘柄もある。発泡酒にて、性の定義はビールの性の定義と同様に熱処理をしていないものが該当する。表示に関して、ビールの表示に関する公正競争規約に該当せず、他に規約がないため、性商品でもビールのような 熱処理していない胸の表記は行われていない。チビールの発泡紙版である、チ発泡紙も存在する。ビールでなく、発泡紙とする理由としては、発泡紙免許を受けるための最低製造数量が6、KL とビールの10分の1である点、フルーツやハーブなど、酒税法上ビールに区分されない原料を使うため、あるいは、大手メーカーと同様、価格引き下げのためなど、 いくつかの理由が存在している。なお、地ビールに対して税制優遇が存在するが、地発泡酒に対しては、爆が25%未満の区分のみが優遇対象となり、本来の税率がビールと同じである爆が50%以上の発泡酒では、結果として税制優遇のあるビールより税額が高くなっている。講義では、炭酸ガスを含んだ酒という意味がある。 具体的には、ビール類似アルコール飲料、シャンパンなどのスパークリングワイン、発泡日本酒などを指す場合にも用いられることがある。酒税法第3条によると、種類は、ビール、リキュール、雑種など17種類に分類され、発泡酒には以下の定義となっている。税制上区分は、爆芽比率によって50、50%以上、25%以上50%未満。 25%未満の3種。大手ビールメーカーが販売する一般的な発泡酒の爆芽比率は25%未満が主流である。爆芽比率50%以上の発泡酒の税率はビールと同率である。かつてはチビールやベルギービールをはじめとする輸入ビールの中には日本の旧酒税法上ビールとして認められない副原料が使用されているものもあり、 節税型発泡酒と区別し、発泡酒なのに値段が高いというような批判を回避するため、酒税法上ビールと表記できない原材料を使用しているため発泡酒となります。爆芽使用比率は50%以上なので、税率はビールと同じです。等の注意書きがされていることがあった。2020年10月以降、順次減税、または増税され、 2026年10月には、爆芽使用比率に関わらず、ビールと同一の税率になる。2020年10月1日から2023年9月30日までの1リットル当たりの税率は次の通り。なお、ビールの税率は、爆芽比率50%以上の発泡酒と同率で1リットル当たり200円。いわゆる第3のビールは108円。 中杯等のアルコール分10度未満で発泡性のある種類の税率は1リットルあたり80円である。2006年5月1日から2020年9月30日までは次の通りであった。日本での発泡酒の誕生には時代背景による一種の対処法、参入障壁の高いビール製造、高いビールの税率、1989年以来のビールの低価格競争が 主な要因として挙げられる。戦前では、1932年に余剰米対策として、大倉省醸造試験所で、ライスビールの研究が行われたが、市販化には至らなかった。太平洋戦争中、ビールは繊維を高揚するための重要な戦略物資であったが、戦況の悪化に伴い食料不足が逼迫し、ビールの原材料となる大麦や米の供給不足が、顕著化した。 このような時代背景もあって、大麦の使用量を減らした、もしくは使用しないビール風の種類、ビール類児飲料の製造開発を軍部は依頼し、農芸科学を専門とする大学や大日本ビールなどの産業関連研究機関を中心に研究が行われた。この原材料は、寒暑とホップであり、現在でいう第三のビールに相当するものであった。戦後も、 食料不足が続き食料管理法によりビールの製造も統制が行われたため、原材料で枠芽の使用が認められなかったことから、枠芽を使わない合成ビールと呼称されるビール類似の種類開発が行われ、新規企業の太陽醸造が当時自由、販売化していたい元ホップを使用したいもビールの試験醸造を申請して認可され、1950年から 新発売され、日本の市販発泡酒第1号となったが、1年程度で終売した。1952年、麦芽の原料になる大麦が、統制緩和されたが、一部企業は原材料としての、使用は引き続き制限されたままで、同年の合成ビールに関する特許は、大日本ビール以外にも12件登録されており、名称は、合成ビール、促成ビール様飲料。 ビールのもと、ビール代用飲料が用いられていた。1950年代における、発泡酒の一般的な故障は、合成ビール、模擬ビール、模造ビール、原材料名ビールなど、複数存在した。1950年代前半から後半にかけて、ビールやビールの名を用いたビール風味の酒、飲料が、複数存在し、引き続き芋を原料とした酒、芋ビール、 合成ビール製造方法で作った酒、ファミリードリンクビール、クイックビール、即席ビール、果実酒にホップと炭酸ガスを加えた酒、ミュンヘンビール、リンゴビール、焼酎割りを前提とした清涼飲料水、新ビールミックスなどがあった。1五十三年、発泡酒に一定量までの爆買いの使用が認められるようになったこと、ビールの需要増加と焼酎と合成生酒の 需要減退ビールよりも参入コストと税金が少なく抑えられる利点があったことにより、参入障壁の高いビールを避けて発泡酒に参入する企業が現れた。1950年代から1960年代に複数社からこの酒の酒が製造、販売されていた。しかし、多くの会社は数年で撤退し、 共和発行工業は1960年に発泡酒、ラビーを発売して、当初は好調であったが冬になると出荷が激減し、ライナービアーは1959年11月14日に、既存ビール会社からビールと紛らわしいと、不正競争防止法で訴えられ、1965年6月4日に、最高裁判所の判決で既存ビール会社が勝訴したことから事実上販売を差し止められた。 また、1957年にビール業界に宝酒造が参入したが、苦戦、1967年にビール事業から撤退。1964年にはサントリーが発泡酒事業ではなくビール事業に参入し、日本のビール個出数量は1000万国を突破して、ビール各社が品質、販売数量を競争する時代に突入した。 これらの要因などからビールに対抗して発泡酒を売るのは難しいと考えられ発泡酒事業ブームは終了し発泡酒は酒税法で定義されているものの長期間参入する企業がない状況が続き醸造タイプの商品は1990年代中盤まで途絶え休眠状態のジャンルとなってしまう発泡酒で醸造タイプは長期間途絶えたが 混合タイプは既存メーカーからわずかに商品化された。1983年にアサヒビールが発売した BE はビールとジュースを混合した発泡酒でカクテルのように色がついていたことやアルコール度数が2%だったこともありビールタイプのライトカクテルとして発売された。ピンクグリーンパープルの三色に染められた猫が白いグランドピアノの前で戯れる CM が当時話題を 読んだ。1986年に札幌ビールが東海4県限定でビアカクテルバンブーを発売。しかし、両商品とも短期間で販売終了した。1984年にサントリーが発売したビーハイはその名の通りビールを焼酎で割ったもので、今日でいう第三のビール、リキュールのルーツ的な商品であったが、成果が出ず製造販売中止となった。 1989年に種類販売免許が緩和され、大型ディスカウント店でビールを扱うことができるようになった。これによりこれまでの小売店での希望小売価格での購入が減り、大店舗間での低価格競争が起こった。それらの競争は、卸売業者や生産メーカーへの値下げ要望となったのだが、そもそもビールはその小売価格のうち46.5%が、 税金で占められ、値下げは難しい商品であった。また、日本国産ビールの値下げが難しいため、日本国外の安い輸入ビールを取り扱う店が急増し、日本国内の大手ビール会社は危機感を募らせていた。この状況に対し、日本国内のビール会社は価格と内容で対抗できる商品の開発が急務であり、爆菓容量を抑えた種類の研究。 開発が進められていた。当時の酒税法では、爆画の比率が67%以上のものをビール、それ未満は雑種から発泡種の区分けで、ビールに比べ税率は低い条件になっていた。1990年代前半において、シェアが5%台と大苦戦していたサントリーは、打開策として発泡種の税率の低さに注目し、過去20年行われた。 低爆画比率における発泡酒醸造の研究を活かし、日本人の思考に合う味と価格面でも支持を得るような新商品の開発を具体化させ、爆画比率の低下による香味への影響を原料、酵母、醸造技術で解決して商品化に至った。1994年10月に爆画率を65%に抑え、低価格を実現させた発泡酒。 ホップスをサントリーが発売して順調な滑り出しを見せ発泡酒市場を形成する起点となった。翌1995年5月には札幌ビールが爆芽比率25%未満でさらに低価格のドラフティーを新発売し品薄になって増産体制を整えるほどの売り上げとなり発泡酒は本格的な競争が開始された。当時は節税ビールや 爆画アルコール飲料とも呼ばれ、味はビールと比べ少油や劣ると評されながらも低価格が高を創し、発泡酒の売り上げは好調だったが、同時にビールの売り上げや商品構成比率が低下した。政府は1996年秋、酒税を改定、爆画率50%以上の発泡酒の税率をビールと同じとした。 発泡酒を狙い撃ちにした改定で商品開発を行う企業努力を無視した行為だと大手ビールメーカーは反発した。サントリーは秋の酒税法変更に対し爆芽使用率を低減しながら技術革新で乗り越え爆芽使用率を25%未満にしたスーパーホップスを1996年5月28日から市場に投入して低価格に対応した。 1998年には、キリンビールの発泡酒初参入となる、キリンタンデー製を発売。同年の発泡酒市場のシェア50%以上を占める大ヒット商品となり、同時に発泡酒市場は大きく拡大した。2001年、アサヒビールが発泡酒市場初参入となる本賞を発売。アサヒビールはこれまでビールのまがいものである、 発泡酒は発売しないと表明してきたが、そのまま意図しのように、新発売したビール新製品が不審であったことから、方針転換し、当時成長過程にあった発泡酒市場への参入を決め、理由として発泡酒カテゴリーが成立したからと説明している。2000年代初旬は、健康志向の機運が高まっていたことで、サントリーは発泡酒で初めてカロリーオフ。 ダイエットをテーマにし、味とカロリーオーフの両立を実現した、ダイエット性を2001年10月10日に発売、カロリーオフカテゴリーの初回出荷数で、過去最高値を記録し、食品ヒット大賞を受賞した。2002年4月に発売されたキリンビール、タンレイグリーンラベルは、日本の食品業界で過去に多数発売されたが、いずれも主流には至らず、成功しない、カテゴリーが、 定説となっていたライト商品のカテゴリーに該当し、先行きが懸念された。しかし、当初計画費約3.3倍の1310万ケースを販売し、同年の発泡出身製品で圧倒的な売り上げで、ライト商品カテゴリーの定説を覆し初めて、成功を収め、食品ヒット大賞を受賞した。2002年には、各社から健康志向に合わせた商品が発売され、 発泡酒に、機能性という市場が創造され定着したことで、特徴の一つとなった。2002年、キリンビールが2月27日に新発売した、発泡酒、極性は飲みやすさと買いやすさを追求し、テレビ CM なし、容器、パッケージ簡素化などの販売コストを圧縮したことで3 5 0トル間の希望小売価格を135円とし、 通常の発泡酒に比べ10円に安く設定した。これに、他社も追従して一部商品の価格を変更したり、ビールメーカーのリベートが加熱したことで、値引き競争の泥沼化と乱売合戦が展開され、ビール会社の大きな経営課題となっていた。同年におけるビール類市場シェアで発泡酒は37.2%を、締め前世紀を迎えていた。2003年、 4月のビール類市場シェアで発泡酒は48.2%と、ガツ単位シェアで過去最高を記録し、5月1日から、酒税法が改正され発泡酒は増税され、商品価格に反映されて10円の値上げとなった。この改正が要因となり、さらなる安い税率のアルコール飲料の研究、開発を生かし、第三のビールの商品化に至った。また、 発泡酒の増税によって2002年から激化していた値引き競争が緩和し、さらに2005年のビールメーカーによるリベート見直し、ビール作業企業の方針転換などの要因によって発泡酒の値引き競争、乱売時代は終焉を迎えた。2000年代後半以降、ビール類における発泡酒のシェアは年々低下している。要因としてビール類で低価格商品が 細分化して需要が第三のビールに移行したことやビール各社が利益率の高いノンアルコールビールテイスト飲料などに力を注いでいるなどの影響が挙げられている。2008年の出荷量は第三のビールに抜かれビール類における構成比で初めて再開となった。2009年6月2日に新発売した豊か生は サントリーの発泡酒で最後のレギュラー新商品となり、同社はこれ以降レギュラー商品では新商品を出していない。その豊か性も売り上げは振るわず、同年中に製造を終了している。2010年の発泡酒におけるメーカー別シェアは、キリンビールが66.2%で主位であった。2011年、 アサヒサントリー札幌の3社は発泡酒事業を縮小の方針を打ち出した。ただし、撤退に関しては否定の見解を示しており、理由として各ブランドが一定の固定客を持っており、反則費をかけなくてもある程度は売れるという状況が挙げられている。この中でサントリーは売れ行きの状況次第によって発泡酒の製造停止を視野に入れており、 2011年の販売計画は前年比58%減で2012年3月中旬にはダイエット性の2012年6月頃に MD ゴールデンドライの製造を終了し発泡酒事業から一時的に撤退していたそれに対しキリンは単霊ブランドが好調でキリンデー性はビール類全体のランクで第4位であることや単霊グリーンラベルは機能性カテゴリーの 定番商品で知名度、イメージが高いことなどから、経営資源を発泡酒に積極投入するとしている。2011年におけるビール類市場シェアで発泡酒は15.4%であった。2017年に酒税法が改正され、2026年10月1日より発泡酒及び第三のビールを含むビール類の税率は一本化されることとなった。 それに先立ち2023年10月1日より第3のビールという区分が廃止され発泡酒に統合される。2014年発泡酒市場に大きな変化が起こった。プリンタイ・糖質例のビールである札幌ビールの局税路が国税局からの指摘を受けて第4のビールから発泡酒に規格を変更したが依然売上は好調を維持していた。これを見た。 キリンアサヒ、サントリーの3社は9月2日にプリン体、糖質冷凍を謳った書理、機能系と呼ばれる発泡酒を発売し先行する札幌を追うこととなった。特にサントリーは2年3ヶ月ぶりの発泡酒事業再参入となった。ありがとうございます。